どうも、VR ゲーム大好き、ザッタボーツと申します。ということで、今回はですね、昨日ですね、2月16日ですね、夜の10時にですね、PSVR2 のね、レビューが一気にね、解禁されましたので、今回はね、ちょっとね、情報量があまりにも多いので、僕なりにね、気になった点をね、かいつまんでご紹介させていただきますので、まあ、ぜひね、参考にしていただければなと思います。僕も昨日はですね、もう夜生配信させていただいて、ね、数多くの方が集まっていただいたんですけど、まあ、本当にね、ワクワク感が、もう半端ないというかね、僕も本当にね、夜ね、あんまり眠れずに、ちょっと興奮状態というか、そのテンションでね、そのままの勢いで今動画をね、作ってるんですけども、まあ本当にね、期待できる、VR ゲーム機だなっていうのをね、すごく感じましたので、まあぜひね、参考程度に見ていただければなと思います。このチャンネルでは様々な VR ゲームや VR ガジェットを紹介しているチャンネルとなっておりますので、VR に興味がある方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ励みになります。ということで、まあね、ちょっとかいつまでね、ほんとご紹介させていただきます。今回もね、動画っていうよりかは雑談的なっていうかね、ラジオ的なね、動画になりますので、ぜひ気軽にね、聞いていただければなと思います。とにかく情報量が多いんですよ。で、昨日はですね、PlayStation VR2 の本体のレビュー動画と、あとゲームで言うとメインはやっぱホライゾンかな。ホライゾンのね、レビュー動画がね、レビュー動画というかね、レビューもね、かなり上がってたんですけども、まあ気になるところをね、ちょっとかいつまんでご紹介します。で、いろんなね、メディアさんあるんですけど、今回ね、引用させていただくのは、まあ海外のね、まあ大手 VR のまあ専門メディアサイトであります、アップロード VR さんのね、記事引用させていただきます。はい。で、まずね、まあ結論っていうところね、先お話しさせていただくんですけども、まあ PlayStation VR2ね、僕もいろんなね、メディアさん、ちょっとね、見させていただいて、いろんなね、記事も読まさせていただいたんですけども、まあね、いいところであったりだとか、気になるところね、っていうところもね、まあ、賛否というか、まあ、いろいろね、あるんですけども、まあ、ただね、総じてまずね、どのメディアさんも共通して訴えていたというかね、伝えていたのは、このね、PSVR2 なんですけども、まあ、いわゆるですね、ハイエンド PC を使ったね、高品質なその PCVR ゲームっていうのかな。まあ、それぐらいにね、匹敵する、もう本当に劣らないね、その PCVR ゲームに劣らないグラフィックで、しかもね、セットアップも簡単にね、つなげて遊べるね、VR ゲーム機っていうところでね、まあ、やっぱりね、評価の方はね、かなりやっぱ良かったですね。特に、今回ね、ゲーム目的でね、PlayStation VR2 を購入された方っていうのであればね、まあ、とりあえず、問題ないというかね、安心してね、楽しめる、VR ゲーム機だと思いますので、まあ、その辺もね、ちょっとね、見ていきたいと思います。でね、まあ、PlayStation VR2 のレビューってところなんですけど、まあ、全部ね、紹介ね、してしまうと、ものすごくね、莫大な時間になってしまうので、本当にね、ちょっとかいつまんでご説明します。はい。まあ、とりあえずね、まあ、まず、お伝えしたいところなんですけど、まあ、これですよね。はい。初代とこの PSVR2 のこの違いね、これ。そう。これが結構やっぱインパクトありますよね。本当に僕もね、初めての VR デビュー、ゴーグルデビューってプレイステーション VR だったんで、今でも覚えてるんですけど、このね、やっぱこの線のね、多さというか、煩雑さがね、ちょっとネックだったんですけど、本当にね、PSVR2 ね、僕、生放送でもね、皆さんと一緒にセットアップ動画ね、見たんですけど、本当にそのね、Type-C のこのケーブルをね、PS5 本体に接続して、まあね、初期設定すればすぐにね、ゲームが遊べるっていうところでは、本当にね、簡単になったなっていうふうにやっぱ思いました。ね、はい、これはすごいインパクトありますよね。はい、っていうところと、で、まあ、あとね、僕個人的にね、気になったところなんですけども、あと、まあ、これですね、PlayStation VR2 のオーディオっていうところなんですけど、本体にはですね、初代 PSVR にはですね、そのコードに音量ボタンがね、あったんですけど、PSVR2 のね、本体は物理的にね、音量ボタンはね、ないそうです。なので、ゲーム画面内という画面内のクイックメニューの中にあるサウンドのね、設定で調整ができるらしいので、まあ、この辺はね、ちょっと初代と変わってるところもね、あるよっていうのでね、ちょっとご紹介させていただきます。はい。で、まあね、肝心のまあ、グラフィック面というかね、その解像度というかっていうところなんですけども、このアップロード VR さんでね、昨日もこれ一緒にちょっと皆さんと生放送で見たんですけど、スターウォーズのね、テルズ・フロム・ザ・ギャラクシー、クエスト2のね、スタンドアロン機でも発売されているね、VR ゲームなんですけども、まあ、これのね、比較動画っていうのがね、上がってたんですよね。これちょっとね、まあ、見ていくんですけども。まあね、PSVR2 とクエスト2ね、これ比較動画ね、上がってるんですけども、やっぱね、PSVR2 の方がね、テクスチャー面というかね、こう、テクスチャーが追加されてるっていうか、こうね、これね、ちょっとね、まあ、皆さんも見てほしいんですけど、やっぱね、こう、宇宙船内のね、例えばその窓ガラスっていうところで言うと、こういう曇り、なんていうんだな、こう、なんていうんだ、曇りガラスっていうか、なんていうんだ、こういうなんかテクスチャーが追加されてたりとかね、して、やっぱり色味であったりだとかもね、すごくね、やっぱ良かったなっていうところがね、これを見てね、やっぱわかるんですけども、まあそれとただ同時にね、クエスト2も、
ね、かなりスタンドアロン機でここまでね、綺麗なね解像度というかで遊べるっていうね、あのある意味そのクエスト2の凄さもね、昨日改めてね、あの僕も思ったんですけども、あとまあただ今回はねちょっと PSVR2 にねフォーカスしてお話しさせていただくんですけども、まあやっぱりその PSVR2 もちろんね PS5 のマシンパワーがねあるっていうのもあるんですけど、やっぱクエスト2のね同名ゲームと比べるともちろんグラフィック面もね、さっきみたいにテクスチャーが強化されてたりだとか、あとそのカクつき具合っていうのかな、本当にね PSVR2 のねゲームはね、すごくねヌルヌルなんですよね。クエスト2の方はね、あのちょっとカクつきというかそういうところが見られるんですけども、まあ、ただねスタンドアロンでここまで遊べるっていうこと自体もねめちゃくちゃすごいんですけど、まあ、PS ね VR2 の方はまあ本当に PS5 のマシンパワーのおかげもあってか本当にねヌルヌルですね。なんで、まあ、こういったところカクつきがねないっていうところでも酔いの軽減にもやっぱつながるので、まあ、本当にこれはね PSVR2 あのやっぱねあのこういったところね解像度というかこういったところを見てもねやっぱすごくあのグレードアップしてるなっていうねのがすごくねこれ伝わってきますね、この動画で。はい。で、そしてね、まあ、昨日のね、同生放送でも言ったんですけども、ここですね、僕、このね、一文でね、結構安心したというかあれなんですけど、まあね、PSVR2 はね、そのホライゾンですね、まあ、甘美な環境で、その見栄えもね、いいっていうところなんですけども、その高い生産価値はね、ハーフライフアリックスに匹敵すると感じましたってね、書いてあるんですよね。このハーフライフアリックスとは何ぞやっていうところなんですけど、まあ、今現状ね、その VR ゲームというか、その、ゲーミング PC を使った、ハイエンド PC を使った、その PCVR ゲームの中で、まあね、最高峰と言われているね、このゲーム、ね、ハーフライフアリックスの、ね、画質もすごくいいですし解像度もいいですしゲーム性もねすごく面白いんですけども、このアリックスにね匹敵するというね、ことがねアップロード VR さんでね述べられてたんで、これはねこれを見てね、あこれは多分ね間違いないなっていうのをねやっぱ確信しましたね。ようやくこうね追いついてきたというかね、はい。なのでやっぱゲーム面ではねかなり期待ねできるのかなっていうふうに思いますね。で、そしてあとね、僕なりに気になったところなんですけども、ね、コントローラーのね、トラッキングのね、精度であったりだとか、コントローラーのね、充電的なね、電池のね、電池じゃなくてその充電容量っていうところなんですけど、PSVR2 のね、トラッキング、このね、コントローラーのトラッキング精度なんですけども、まあまあ、これね、あの、アップロード VR さんの記事を見ると、まあ、日光が突然部屋を明るくした時に、まあ、ちょっとしたね、トラッキング喪失というか、エラーを受け取りましたが、それらはまれであり、毎回すぐに修正されましたっていうところでね、あの初代 PSVR の時はねカメラからちょっと外れちゃうとねトラッキングがずれちゃったりとかするんですけど、 PSVR2 の方はですね、まあ、そんなにトラッキングの喪失がねないということが書いてあったんで、この辺もね安心しましたね。やっぱトラッキングが喪失しちゃうとそれだけでね没入感もねそうあの損なわれてしまうので、この辺はねあの大丈夫なのかなというふうに思いました。で、そしてね、コントローラーのね、バッテリーのところなんですけど、この、アップロード VR さんの場合で言うと、ホライゾンをね、プレイして、で、このセンスコントローラーなんですけど、まあ、連続で6時間ね、30分ね、バッテリーの容量が持ったっていうところなんですけども、まあ、VR ゲームでね、6時間、まあ、ぶっ続けてね、遊ぶっていうことは、まあまあ、まあもちろんね、あるか、まあ僕もね、結構ぶっ続けてやる方なんですけど、まあ6時間半持てばね、いいのかなっていうふうに思いましたね。なので、まあ、ホライゾンで6時間30分コントローラーはね、バッテリー持つんだよっていうところもね昨日明らかになったので、まあ、ぜひこの辺もね参考にしていただければなと思います。はい。そして続いてなんですけども、ホライゾンのね、レビューの方もね、ちょっとね、見ていきたいと思います。で、まあ、ホライゾンもね、そう、かなりね、まあ、まあまあ、なんていうんだな、いろんな、まあ、レビューサイトとかも見たんですけども、もちろんいいところ、悪いところもあるんですけど、まあ、まずね、もう、グラフィック面ではね、もう本当にね、間違いないっていうところがね、まあ、各本当にメディアさんも共通して書かれてましたね。まあ、もうね、まあ、ホライゾンの世界を VR でね味わえるっていうこと自体がもう僕にとってはもう最高なんで、まあそのゲーム性とかまあいろいろある問題はあるんですけど、僕的にはね、まあ VR ゲームのいいとこ取りをしたねゲームっていう感じがして、まあフルプライスではあるんですけどね、アイトラッキングを使用したね、ゲーム性であったりだとか、まあグラフィック面であったりだとか、まあ全然ねあのもう期待しかないね本当にゲームなんですけども、まあ見てるだけでもね本当に楽しそうなゲームで、であのボリュームっていうところがね僕もね気になってたところではあるんですけど、これ書いてあるんですよね。キャンペーンに勝つのに、ちょっとまあ直翻訳になるんですけど、9時間かかりましたっていうことで、まあ VR ゲームでいうと一般的にまあ9時間10時間ぐらいのボリュームっていうのはまあまあまあよくあるというか、まあなんていうんだろうな、まあ極端に短すぎず、まあ、かつ長すぎずも長すぎでもないので、まあ僕的にはちょうどね、あの特にその PSVR2 で初めてね VR デビューされる方にとってはね、ちょうどねいいあの塩梅なのかなっていうふうに思いましたね。まあ本当にこれ綺麗ですよね。この植生であったりだとか、本当にだからこれ見てね。もうマジでやりたくなりましたね、ホライゾン。
本当に。でここにも書いてあるんですけどもね、あのコールオブザマウンテンの環境の詳細はハーフライフアリックスに匹敵すると感じて、私に真剣にね感銘を与えましたと。で、甘美なジャングル、印象的な水の物理学のある美しい川とかね、あと雪山であったりだとか、本当にこのなんていうのかな、 VR ゲーのいいところね、その映像美であったりだとかゲーム性というのを、本当にコールオブザマウンテンがね、本当にいいとこ取りしてるなっていうのをね、やっぱ覚えましたね。そしてアイトラッキングをね使用したあねミッションというかゲーム性もあったりとかして、本当にインタラクティブ性もね OK っていうところがね書かれてますね。はい。で、まあ最終的なね、ほら、あのまあアップロード VR さんのね中でのその詳細、その最終、なんていうんだかな、その最終評決っていうところで、まあ、まとめ的なところは書いてあるんですけども、まあ、ホライゾンはですね、PSVR2 を開始するための、まあ、素晴らしい方法であり、最後まで魅力的なままですと。で、特にこれですね、もうこれは間違いなく全てのプレイステーション VR2 所有者にとって不可欠なゲームですというふうにね、書いてあるんで、まあ、これはね、まあ、あのアップロード VR さん、本当に海外のね、VR の大手サイトというかね、メディアサイトであるんで、まあ、この一文があるっていうことはね、とりあえず、まあ、あの、ホライゾンはね、期待してね、大丈夫なのかなっていうので、僕もこれを見てね確信しましたので、まあ、ぜひぜひこの辺ね参考にしていただければなと思います。あとね、その他あの気になるところっていうところなんですけども、まあ、他のねサイトでもねちょこちょこあったんですけど、あのシネマティックモードね、僕もこの前ねあの動画でシネマティックモードの噂的なところね、海外のねフラゲした方のちょっとレビュー、あのね感想をねあの動画にさせていただいたんですけども、まあ、今回ねそのシネマティックモードに関しても、まあ、ちょこちょこまだね具体、まあ、全部のね全貌はちょっと分かってないんですけども、具体的なね話もあって、やっぱ YouTube のねその YouTube であったりだとか、あとネットフリとかね、ああいったサービスに関しては、まあ、1080p でねまあ、見れて、まあ、それもね許容範囲内ね、映像視聴に関しても許容範囲内っていうことがね書いてありましたね。で、ただやっぱりその視聴のね空間、 VR 空間っていうのかな、その例えばね、VR ゲームやあ VR ね、経験者なら、方であればね分かるかと思うんですけど、例えばそのバーチャルデスクトップとか、あとそのアマプラの VR みたいな感じで、その映画館風みたいな感じで、その自分の見てる VR 空間をその映画館風にしたりとか、なんか自分の部屋風にしたりとか、いわゆるそのオプション的な変更、これがねまだやっぱないっていうことが書かれてましたね。本当にその視聴空間は全部ね真っ暗みたいな、まあ、なんですけども、 PS5 の 2D ゲームとかちょっとしたゲームであればね、やっぱり没入感がね あるっていうことがねやっぱ書かれてありましたので、シネマティックモードに関しても、まあ、過度な期待はあれなんですけども、あのなかなかまあね普通に機能としてはね、あの好評というか結構許容範囲内みたいなことは書かれたので、まあ、この辺もね、まあ、実際僕もね体験してみたいとはあれなんですけども、まあまああのね、動画視聴にところっていうところであったりとか、 PS5 のね 2D ゲームをプレイするところっていうところで言うと、まあね問題はねないのかなっていうふうに思いました。はい、という感じでね、すいません、ちょっと僕もね路列がね回ってないというかね、本当にねもう深夜テンションのまま動画作っちゃってるんで、ちょっとねあの動画のねクオリティというかちょっとあれなんですけども、でも本当にねこのね僕自身このお祭り感っていうのかな、この発売されるまでのこのワクワク感が本当に楽しくて、昨日もね生放送していろんな方のね意見をね、もう意見とか感想とかコメント見させていただいて本当に楽しいんですよね。もう楽しい時間を過ごさせていただきました。いや本当にねありがとうございます。はい、ということでね、まあ、今回はねちょっとまあ本当に自分の気になったところをねかいつまで説明させていただいたんですけども、まあ、ぜひね参考にねしていただければなと思います。まあ、今後もですね、あの PSVR2 に関するね情報であったりだとか、ね、新情報とかもねどんどん動画とかね、あと Twitter とか、あと YouTube コミュニティの方で情報発信していきたいと思っておりますので、ぜひですねチャンネル登録そして高評価ね押していただけるとめちゃくちゃ励みになります。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Twitter フォローお待ちしております。